イランのナルミです。年齢は23歳です。はい、ヒロさん、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございます。どうでした？すごい緊張しつつも、やっぱりいい経験になるなって思っていたので、すごいワクワクしながら楽しく言えたと思います。はい、うまくいきましたか？そうですね、私の魅力は多分、おとおともしてたので 80% ぐらい伝わってたらいいかなって思ってます。はい、よかったです。はい、はい、映像資料見てるんですけども、ショートヘアからロングヘアまで髪を伸ばした。そうです、はい、はい、でも結構長いですね、腰ぐらいまである。そうですね、腰のあたりまではありますね。またなんで急にこんな伸ばそうと思ったんですか？伸ばそうと考え出したのが、ちょうど大学に入学する前の時期に、今まで私ずっとショートヘアで生きていたので、ぜひこの大学生活4年間の間に伸ばしたらどこまで行くんだろう、すごい、なんか探求心みたいなのがうずいて、それで伸ばしてみました。まだ伸ばす予定ですか？それともなんかメンテナンス的なことするんですか？そうですね、3ヶ月に一度は毛先の方を揃えるメンテナンスなどはしていますが、今後もこのままにしていけたらなって思ってます。はい、じゃあ最後に、このミスジャパン挑戦する上での目標や狙ってる順位などあれば教えてください。私の中では順位などはあまり気にせず、自分がやれるとこまで、どこまでいけるんだろう、自分って周りからどんな風に見られてるんだろうっていう風な、すごい自分を第三者目線から見れるいい機会だと思うので、楽しくやっていきたいと思います。あと目標につきましては、やっぱり選ばれたからには、私ができることをいろんな方にやっていきたいですし、あとこのミスジャパンもし選ばれましたら、この日本っていうね、魅力をきっといろんなところに伝えるチャンスになるかと思うので、私という被写体を通して日本っていう国の魅力などをいろんな人に広められたらななんて思ってます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。金子優さん、26歳、管理栄養士です。はい、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか、やってみて？いや、想像以上に緊張しました。初めてです。じゃあ緊張しますね。めちゃくちゃ緊張しました。うまくできましたか？練習してきた通りは喋れました。よかったです、それだったら。はい、金子さんは現在管理栄養士としてお仕事をされていらっしゃるということですかね。はい、はい、で、ダイエットを指導している、はい、ということですけども、ダイエット前を救うインフルエンサーになりたいということですね。はい、これはなんかどういった理由からなりたいと思ったんですか？やっぱり今いろんなダイエットの情報とか、いろんなダイエットがある中で、過度なダイエットによって摂食障害で苦しんでる方とか、あとやっぱ痩せてもリバウンド、痩せてリバウンドって繰り返されてる。でダイエット迷子で悩んでる人が多くいらっしゃって、正しいダイエット方法を私が発信して広げていきたいなと思って、インフルエンサーになりたいと思いました。なるほど。ちなみに万人にいいと思う食料、食べ物は何ですか？お米。お米だと思います。意外じゃないですか？お米って太るっていうイメージが多いと思うんですけど、ね、ちゃんとお米を食べるとやっぱり必要なエネルギーが入ってくるので、食べ過ぎ、お菓子の食べ過ぎとか過食を防げる。なるほど。ちゃんとそういうお菓子とか食べるんじゃなくて、ご飯を食べる、はい、で、はい、お腹を満たすっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。ちょっと意外でしたらね。ありがとうございます。じゃあ最後に、今回ミスジャパン、挑戦する上での目標だったり、これぐらいまで行きたいな、どういう順位まで行きたいなっていうのがあれば教えてください。ミスグランプリを獲得します。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。平井美希です。27歳、埼玉県出身です。はい、平井さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、見て？
緊張したんですが、自分の言いたいことは言うことができたかなと思っております。うまくいきましたか？まあ、言いたいことは全部言えたのでうまくいったかなと思ってます。はい、よかったです。平井さん、結構いろいろ趣味が多いようなんですけれども、はい、特に水泳かな？あ、そうですね、はい、水泳を県大会に出場するくらいやってたということですけど、はい、得意な泳ぎは何ですか？平泳ぎが得意です。平泳ぎ、はい、なんで水泳始めようと思ったんですか？水泳を始めたのは1歳になってまして、物心がつく前から始めまして、母親が初めスイミングスクールに入会させてもらって、で、その後、続けていたのは楽しいから、タイムが徐々に自分のベストタイムを更新するというのがとても楽しくて、ずっと続けていたっていう形になっております。1歳からはすごいですね。はい、最後に、このミスジャパン挑戦する上での目標だったり、あとはここぐらいまで行きたいというのがあれば教えてください。外見の美しさをまず鍛えまして、あとは、内面からも美しい女性になれるように努力していきたいと思っております。順位としましてはグランプリを目指して頑張っていきたいと思っております。はい、頑張ってください。はい、大田敦子、29歳、声優です。はい、オーディションお疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか？やってみて。緊張してしまいました。思ったよりもガチャガチャになっちゃいました。聞こえてたんですけど、声がすごい通ってるなと思ったら、声優さんなんですね。そうですね、普段は、MC のお仕事なんかもしてるので、ヒーローショーのお姉さんだったりお仕事もしてます。なるほど、やっぱりすごいですね、声がすごく綺麗に聞こえる。ダイエットは当時80キロ、これ言っていいのかな？はい、言って大丈夫です。当時80キロあったと思う。そう、高校の時にものすごい、高校受験で激太りをして20何キロ太って、はい、で高校生の頃に声優になりたいと思った時に、まず痩せないとどうにもならないと思って、はい、一生懸命ダイエットをして、でも一回痩せすぎてしまって、はいはいはい、38キロ、160センチあるんですけど、ってなるとなかなか健康状態的にも問題が出てきて、ちょっとうまくバランスを取るのを考えながら今に至ります。その、ね、どういうダイエットだったんですか？あ、でも最初の頃は何もわからないので、とにかく食べないようにしてて、でも今はタンパク質が大事だよねとか、いろんな栄養の勉強もしました。はい、ありがとうございます。はい、今回ミスジャパンに挑戦するにあたっての目標であったり、これくらいまで行きたいなとかっていうのがあれば教えてください。初めてなのでどこまで行けるかわからないんですけれども、行けるところまで頑張って、少しでも深谷市のことを知ってもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、深谷市の何かあるんですか？ FM ふっかちゃんというラジオ局でパーソナリティをしているのと、4月から新しく埼玉県深谷市公式 VTuber としてデビューする深谷英一くんっていう男の子がいるんですけれども、そちらのキャラクターボイスを担当させていただいております。おお、わかりました。頑張ってください。頑張ります。34歳大塚愛子、事務職になります。はい、大塚さん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、いかがでしたか、やってみて。いや、自分が思っている力をちょっと出し切れなくて、声がちょっと小さくなったり声に詰まったりしてしまったので、もっともっと自分がこういう場になれ、次へのステップを踏んでいきたいと思います。初めてですか、オーディションは？初めてです。緊張しますね。はい、さですね。はい、そしたら大塚さん、今回ですね、ミスジャパン、挑戦する上での目標であったり、はい、ここぐらいまで行きたいなっていうのがあれば教えてもらえますか？最大限まで登るとこまで登って世界一を目指したいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。